阪神大山雄介が下半身の張り、オリックス戦は状態を見て、阪神大山雄介内野手優が下半身の張りで一部別メニュー調整した。甲子園室内での全体練習でアップは外れたが、打撃練習は通常通りに参加。平田ヘッドコーチは、見たやん、バッティングを、よかったやろと安心しつつ、今は無理させられへん、大山もずっと出ずっぱりで人工芝も含めてやっていたのでと説明した。20日のソフトバンク戦は疲労を考慮して欠場、22日のオリックス戦の出場については状態を見てやねとコンディションを確認して慎重に見極める、4番が万全の状態で29日の開幕戦を迎えるための準備に勤しむ。大丈夫かな、シーズンは29日からなので間に合えば OK。 おーちゃんもですか、心配。どこのチームも疲れやらなんやら出てくる時期なんだな、もうすぐシーズン始まるし休憩入れながら行こう。マジかよ、怪我なく開幕迎えてくれ。大山さんも何とか開幕までには間に合ってくれ。オープン戦の初期から主力をガンガン振る出場の運用もよくわかんねえなと思ってたら主力がガンガン調子落としてて笑った、笑えない。わマジでどうすんのこれ。森下、大山も怪我とかほんまやめて、まだ開幕してないからゆっくりしたらええやん。てかオープン戦踏みすぎやねん、3月から開幕してるのと変わらんやないか。森氏に続いて大山さんも、わあ早く治ってくれい、大山さんは絶対行ってもらわなあかんし。慎重にお願いします。大山大丈夫かな、阪神打線も心配。まあ打撃練習はできてるなら折り3連戦と開幕戦までの4日ほぼ全休で何とか直してくれ、膝爆弾はまだ早い。森下右足、大山下半身、中野締めりけ、これほんまにどうすんねん。寒い2月からフル出場させる意味があったのか。マジか、昨日は休養って言うてたけどちゃうかったんか。開幕には間に合う感じかな。もうやめて、離脱しないで。森下くんも大山さんも心配大事に至りませんように、選手皆様も1週間無事に開幕を。心配だね、森下もだし近本もこの間の三塁打の時に変な動きしてたし。こういう時は逆に井上、前川、野口、小野寺あたりはチャンスだと思って頑張らないとずっとあのままだよ。なんだか今年の気候もあまり良くない、暖かいと思ったら急に寒くなるし、本当に怪我には注意してほしい。森下の穴はまだ小野寺や前川で埋まるだろうが、大山の穴を埋めるのは大変、特に守備。一平さんの話より森下、大山の状態が心配やわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。